ということで、これ道の駅ですね。この道の駅がすごくなんか最近営業方針とか企画を考えて、でなんかですね、売り上げを伸ばせるっていうことですわ。こんにちは。終わりました。泳ぎに来られたんですけど、失敗した。縦位置で撮ってしまった。ただいま。ということで今日はですね、葵岳に来ておりますと、葵岳のキャンプ場にですね、行ってキャンプをしようかなと思ったんですよ。1時間ぐらい。そしたら8月末でキャンプ場は閉まったということで、ここで行ったらですね、工事をされてましたわ、護岸工事を。おそらく台風災害等々でちょっとね、崖崩れみたいなのが ありましたわ。で、それを工事されている方が、東さん、泳ぎに来られたんですかっていうね、この格好ですから。はい。あ、そうなんですよ、キャンプしに来ました。残念ですね。8月いっぱいで終わりました、みたいなことをおっしゃってましたわ。はあ、変わりもんですよね、この時期に。キャンプしに来た。もうね、青いだけ。お、出ます出ます出ます。お、ちょっと待ってくださいね。あ、これそうなのか。出た。日本本線青いだけの駅。お、止まる。止まるんだ。ということはこれ各駅停車か。止まんないですね。降りる人はいない。いない。誰か降りてほしかったですね。それでも止まる。乗る人もいない、降りる人もいない、止まる。まあそれ止まるわね。それダイヤでそう決まってるからね。これが葵岳の駅です。はい、鉄道をどうするかシリーズ。さあ、赤字のローカル線をどうするか。これ日本本線はそうでもないのかな、この区間はね。キット線と日南線、それぞれ数億ずつの年間の赤字っていうのが発表されましたね。まだ止まる。まだ止まってるね。あ、あれかね、調整かね、急行かなんかが通過していくのを待ってるかな。通過待ち、急行の通過待ちです。長いですもんね。長いよね。故障したわけじゃないよね。なんか誰も、あまりにも誰も乗ってないので寂しくなったのかな。そうではないね。これ葵岳の駅です、ね。これでもね、1時間に1本くらいあるんですよ。1時間に1本くらい上り下りで、大体ですね、こうですわ。うわ、懐かしいわ。もうこれがいいでしょ。この何ですかね、公衆電話。これがまた撤去されてないということは、つまりこれ電波が通らないということかね。そ
それがあると思います。で携帯のね、はい、だからこれで非常の時には電話をしてくださいっていうことか。まだ止まってる。うっそ。興味深いね。でも中に乗ってる方いらっしゃる。いらっしゃるね。もう何人か数人ぐらいいらっしゃるのかな。これが青井岳の駅であります。あります草ぼうぼうです。無人駅ですね。無人駅です。はい。で先ほどこれ各駅停車日本本線ですかね、上り宮崎方面に行く電車が来たんですが、電車汽車ですか、ディーゼル車ですね、ワンマンのディーゼル車ですかねが来たんですが、なかなか発車しません。さっきからもう何分経ったかな、10分は経ってるかな。これだから急行の通過待ちなのか何なのか、はあ、これ不思議でしょうがないですね。えでこれがおそらく今12時この54分の電車じゃないかなと思います。日本方ですね、南宮崎方面ですね、12時54分じゃないかなと思います。でこれがですね、これが地図で、まあこれですよ。はあ、今甲州電話もうどこにもないですからね。おそらく公衆電話を設置したというのはこの辺が、Wi-Fi とか携帯での電話の電波が脆弱だということなんですかね。やっぱりあれだったですね、さっきからずっとこの停車してた各駅停車は急行かなんかを待ってた。うわー、こっちかい、こっちかい、島、向こうから来るんじゃなくて南宮崎方面から来る電車をここですれ違い待ってたんだ、単線だから、こっちかい、そういうことか。あ、それでですね、あ、誰も降りず誰も乗らないこのローカル線、これから宮崎方面に行かれるんですね。なるほどね。でもこれも地域の公共交通機関としてはやっぱり重要なんですよね、地元の方たちの足としてはね。ということで、今日は青井岳の駅ですね、この無人駅、こういう事情ですよね。でも地元の方たちにとっては大切な足ですからね、まあ、これはあったらどうするのかと今後も何回も僕言ってますけども、こういう公共交通機関インフラの整備をですね、これからどうするのかってですね、それはやっぱ考えていかなきゃいけないということですね。ただいま、山の基地の道の駅に来ました。ここでですね、ブリ丼が美味しいということで、ちょっとブリ丼を食べに来たんですね。こんにちは。ああ、そうですよ。ああ、どうも、こんにちは。ブリ丼が美味しいって聞いて、今いっぱいですかね。いや、今だいぶ空いた。来た子多かったけど。あ、じゃあですか、うん、持ち帰りはできるんですかね。ああ、わからん、聞かない。ああ、じゃあ聞いてみよう。